どうも、リルレです。スーパーマリオオデッセイのノコノコレースというミニゲーム、皆さんご存知でしょうか？読んで字のごとく、ノコノコとのレースに勝てばパワームーンがもらえるというミニゲームなんですけれども、ゲーム内で世界ランキングを見ることもできて、密かに上位争いが熱いゲームなんですね。このマリオオデッセイというゲーム、発売されてなんと3年半が経とうとしているんですが、今でも記録更新を目指して走り続けているプレイヤーがいるんです。僕もその一人なんですけれども、そこで今回は今の世界のトッププレイヤーたちがどんなルートで走っているのか、全ステージのノコノコレースの最新ルート、こちらを解説していきたいと思います。オデッセイに関しては RTA は割と知ってる人も多いんかなっていう印象なんですけれども、ノコノコレースの方はというと、スイッチの録画機能でほとんどこと足りるので、録画環境が特別必要というわけでもありませんし、一回走るのにかかる時間も短い、リトライの手間も少ないということで、ハードルはなかなか低いので気軽に参戦できると思うんですけれども、それでも人口が少ないということで、この動画を見た人が興味を持って走ってみてくれたら嬉しいなと思います。動画を見てもらうにあたって、いくつかご理解いただきたい点があります。まず1つ目、基本的なテクニックに関してはまとめ動画が他にあるので今回は割愛しましたが、それでも動画の時間に対して解説のテロップの量が明らかに多いところが多々あります。なので、もし読みたい場合は適宜動画を止めるなり、スロー再生するなりして読んでもらえると幸いです。もし需要があれば他の解説動画も作るかもしれないので、何かわからない点があればぜひコメント欄等にお願いします。続いて2点目です。動画制作に際して世界記録、この動画の中では WR、ワールドレコードの略ですね、そう書いている場合もあるんですけれども、世界記録を持っているプレイヤーから許可を得ていくつか動画をお借りしています。部分的に使わせていただいている形なんですけれども、概要欄に引用元の動画の URL、 それからプレイヤーの Twitter のアカウントなどを載せているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、大変お待たせいたしました。本編の方をどうぞ。
さあ、ということでいかがでしたでしょうか。スーパープレイを見て楽しむという人にとっても、どんな操作でその動きが作り出されているのかって結構気になるところだと思うんですよね。もちろん自分も挑戦したいっていう人にとっては、詳しい解説動画が前よりはある方がいいだろうということで、今回動画を作らせていただいたわけなんですけれども、何か気になる点がもしあれば、この動画のコメント欄でも僕のツイッターでも構いませんので、何でも遠慮なく聞いてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは。